気分はいいとは言えねえ。ここで降りろ。あんたは？俺はまだやることがある。地獄のバスターズ、第二次大戦を背景にしました戦争スペクタクルアクションです。軍隊の規律は守れないけれども、こと戦争にかけてはプロフェッショナルな無敵の男たちがある特命を帯びて恐れを知らない大作戦を開始するんですが、ナチスドイツの危険ゾーンを乗り越えてパワフルなレジスタンスを巻き込んで空から陸から展開する超過激なバスターズアクションとは一体。ドイツ軍の恐るべき秘密兵器をめぐって血の気の多いならず者が地獄の戦場で見せる痛快スリリングな大死闘アクション、地獄のバスターズ、今夜もごゆっくりお楽しみください。いかがでしたか？意外にずっしりくる結末でしたね。ならず者が一人一人ゆっくりと倒れていくところに、戦争の残酷さといったものが感じられたと思います。壮絶な戦いがスリリングに展開した後、敵も味方もターゲットの V2 ロケットも何もかもが吹っ飛んでしまう。いかにも戦いというものの非情さというより、あっけなさ、虚しさといったものが痛烈に感じられました。攻防戦のユニークな設定とスタントアクションの迫力、アクション監督出身のエンツィオ・G・カステラーリのイタリア映画なんですが、いわば戦争をマカロニアクションと言えるでしょうか。こうした娯楽アクションの中にも前向きな思想が全うされているというところに非常に感心しました。あなたのハートには何が残りましたか？では次週の作品です。ある朝目覚めると隣に見知らぬ男の死体が。出演はジェーン・フォンダ、ジェフ・ブリッジス。4月25日の木曜洋画劇場モーニングアフター、お楽しみに。